80乗バス運行事業者一覧では、道路運送法79条での国交省の登録を得て、自家用自動車による有償旅客運送を行う自治体等の事業者を地域別に並べ一覧にする。なお、80乗バスという表現だが、2006年の道路運送法改正で80条がレンタカー関連となり、白ナンバー車による、 有償旅客輸送関連の条文は78条79条に変更されたが、78条バス、79条バス等の用語はあまり用いられず、むしろ今も80条バスの方が用語として通りやすい状況のため、当記事では80条バスの故障を用いる。北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、島県沖縄県、沖縄県の出店、運輸洋覧。 沖縄総合事務局、P35 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、川県新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三十県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県。 岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県。ありがとうございます。